はいどうも、ワドツです。新宿で事件が起きたのでフライデーしに行きましょう。みんな見えてる？近所でね、事件が起きたんでフライデーでしょ。これは三原キングさん、ただいま帰り。あれ充電、あ、充電がないな。充電がないよ。充電がない。マジか。充電がねえな。ヤフーのリアルタイムで。充電器持ってくか、でっかいやつ。マジか、めんどくせえな。ちょっと待ってね。充電器持ってくから。まだキャスバーにいんの？まだキャスバーにいんの？どうなの？まだ間に合う？でっかい充電器担いでこ。俺病み上がりだぜ。おい、充電しよう。充電まだ間に合う？報道の自由があるからね、俺らには。報道の自由。音聞こえる？大丈夫？音聞こえるかい？三原キングさん、はい。大丈夫。じゃあ、現場へ直行するよ、現場へ。大丈夫だよ。大丈夫。誰が逮捕されたの？鮫島さんと器物破損って違くねえか？器物破損で逮捕されたの？どういうこと？器物破損？じゃあのんちゃん行ってくるよ。フリージャーナリストは行ってきます。で、皆さん出動です。雨降ってんじゃん。最悪。雨降ってんな。雨降ってるな。え、逮捕は間違いないの？逮捕はもう 100%。逮捕は 100%。 おい、お疲れ、アンジュ。逮捕間違いない。裏取れた、裏取れた。裏取れた。え、じゃあこれから連行されるってこと？誰か情報ちょうだい。今パトカーとかさ、情報ください。連れてかれた？やばいな、間に合うかな。頭痛えな。よっさん、鮫島さんが現行犯。遅い？新宿警察署間に合わない？間に合わないかな。よっさん、鮫島逮捕、現行犯逮捕。え、誰か裏取って見てる人いないの？状況わかる人。ワッパはかけられたってこと？ワッパはかけられたってこと？
もう遅いかな。よっさんと鮫島さん、え、何？罪名は？現行犯逮捕の罪名。いや、警察署が歩いて5分なの。だから間に合うかなと思って。もう遅い。え、じゃあ出待ちする？暴行か。鮫島よっさん現行犯連れて行かれて、今夜ノアとライラ、今はロアとライラ話してる。え、じゃあ逮捕されてる警察署に入る瞬間フライデーできないかな、うん、ダメかな。はい、和骨。無理か、ちょっと遅かったか。あ、早く言ってくれたら早く動いたのに。早く言ってくれたらいいのに。さあ、俺は報道カメラマンだから。いや、被害届なかったら捕まえないでしょお互い被害があるって言ったんでしょ和解できるよ。いや、だから警察署内で多分あのやるんでしょそれは、便乗じゃないですよ、報道カメラマンです。フリージャーナリストなんだよ僕は。新宿警察署内、もう遅いんだ。まだ早く言ってくれたら早く動いたのに。報道班遅れてる。いや、俺はあの報道の自由、報道の自由、あのジャーナリズム早く行く、風邪ひいてんだよ俺風昨日死にかけたよ。そうそう、ジャーナリズムだから。そうそう、間に合ったら面白いよね。鮫島さんとよっさんがわっぱかけられてる写真は面白いでしょ。白黒の写真でツイッターにあげよう。鮫島さん完全アウト。あー、障害なんだ鮫島さんは。あー、ダメだ、裏側から多分連れてくんだ逮捕の場合は。表の入り口じゃないわ、よくよく考えたら。よくよく考えたらそうじゃない。だからパトカーに乗ってるあのおなじみの絵だよ。いや、新宿警察署の方に行こう。だからパトカー越しのあのフラッシュバチって焚いたやつしか撮れないんだ。間に合わねえかな。現行犯っていうか逮捕者は裏からどうすね。表では多分殺さないと思うよ多分ね。フジテレビにネタ売るか、2000円ぐらいになるかな
警察をネタにしてる方が悪い。肺が苦しい。よっさんネタはね、テレビ局買ってくれるだろうね、いい写真撮れたら。メディア買うかな、いい写真ね。さ、撮れるかどうかだよね。今他で見てんの。昨日なんかあったんだ。昨日寝てたから分かんねえな。肺が苦しい。どうなるか。あれ、助手席、後部座席ってスモーク貼ってるんだっけ。スモーク貼ってんのかな。コミは早いよ、リークするからね。新宿なんかね、警察と癒着してたらいくらでも事件のネタ入るからね。それが報道でしょ。もう無理か。パトカーだから速攻捕まって現行犯逮捕で、もう中かな。早めに貼っとけばよかったね。30分ぐらい前のタイミングで貼ってたら写真撮れたんだけどね。早めに行けばよかった。さあ、着いたよ。着いたよ。着いた着いた。警察署着いたよ。着きました。じゃあここで貼ってようか。対面でいた方がいいのかな。着いたね。
見えてる？多分ね、裏からあそこから入れるんだよ。あそこのパトカーから、あそこの搬入口から入れるはずなの。あそこ今正面にある、あそこで、こっち側が警察署の表なんだけど、こっち側表、多分ね、裏から入れるはずだから、ここで貼ってようか。どうなんだろう。雨っていうのが厄介だな。警察署、パトカー出動してないな。どうする、来るかな。どうしよっか、ここで待ってる。どうする、そうだよね、裏だよね、多分俺も裏だと思うの。だよね、逮捕者は何分前ぐらいに逮捕されたの、現行犯は。現行犯何分前、裏だよね。オートで通るか、もう入っちゃってんのかな。オートで通るか、メニュー、オート、マニュアル、マニュアル、シングルフォーカス、これか。あれ、フォーカス勝手に合わねえな。フォーカスが合わないね。あれ、なんでマニュアルフォーカスなんだ。お腹か、シングルフォーカス、オート、マニュアル、フォーカスが合わねえな、なんだろう、フォーカスが合わない。フォーカス合わねえな、どうすればいいんだろう。フォーカスが合わねえな、オートフォーカスのはずなのに。あった、これか。宇宙を下げて、でシャッタースピード、シャッタースピード、こんばんは。最寄りの警察署、いや、新宿警察署にいるよ。ここに入るんだよ。若い出てくる、エジになってるよ。変わったメンツも事情聴取。雨すごいね。説明書今持ってきてないね。それあのスマホでいじってたから。シャッター切るスピード、シャッタースピードどこだ、これだ。オッケー、行くよ。オッケー、オッケー、オッケー。
準備 OK。 よし、 OK、 あとは撮るだけだ。張り込み、雨に弱いって何が？準備万端だね。収束しそう。0時50分。あー、じゃあまあさすぐじゃん。パトカー来ないな。パトカー来たら俺飛び出すから。朝まで出てこないかな。朝まで出てこないかな。何両方ともぶん殴ったってことで OK な？両方ともぶん殴ったってことは、鮫島さんも、あの、2人ともで、鮫島さんが最初に逮捕されて、よっさんが次逮捕された。あー、執行猶予だけど、前の罪なんだったっけ。いや、ないでしょ、わかんないけど。朝までない嘘。朝までないかな。もう入っちゃったんか。張り込む。両方ぶん殴って鮫島自身が呼んだらしい。ああ、え、警察に暴言吐いて強制連行？何それ、公務執行妨害ってこと？公務執行妨害。あ、警察、あ、来た、来た、どうだろう、あ、来た、痛い、これ寄ったんじゃん。え、ちょっと待って待って待って、寄ったんっぽいよ。来た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 、ちょっと行ってくるわ。え、今取れたかな、ちょっと待って。うわ、スモークだ、無理だ、取れてない。公務執行妨害か。スモーク張ってるから難しいな。フラッシュバッチバチに叩かないと無理でしょ。もうシャッタースピードもっと速くすっか。だね、ちょっと厳しいね。これ朝までコースか。警察に暴言吐いたってことは、なんか2発ぐらい、2発じゃない、2、4ぐらい食らいそうかな。鮫島さん、あ、そっかそっか、代々木に行かれる可能性があるんだ。それはあるわ。あの、なんだろう、同じ犯罪者だから別のところに入れる可能性はあるの。別々に代々木に連れてかれた可能性はあるね。マスコミのカメラは多分ね、うん、これよりワンランク上だと思う。連射性能が高いやつがあるから、 R か α9 があるから。
や風邪ひくなこれ。パソコンのカメラは連写性能いいやつじゃないと撮れないと思うよ。他はみんな飲んでるの？他に一緒に同行してた人は。お疲れ様です。他はみんな飲んでる感じ。あ、来た。ちょっと待って。音が違うかな今のか。今のパトカー来た。飛ばしていったよ。ていうか今の交通違反じゃないの？あ、パトランプつけてればいいのか。いや、うまく撮れねえな。いや、報道カメラマンです。報道カメラマン。3杯目光る深夜中、おっさんノアがいて酒を飲んでた。あ、何人か来るかも。朝屋さんいらっしゃい。亀島さんは警察にお前うるさいんだよって怒鳴られて、二人がかりで腕を後ろに掴まれて連れて行かれた。え、それで何、公務執行妨害になるの？それってダメでしょ。それってダメじゃない？あ、誰か出てきた。いや、後ろに人いねえな。パトカーすげえな。いや、違う、別。話つかなくて連れてかれたんだ。出てくるところフライデーする？出てくるところ、警察署から出てくるところフライデーする？警察が現行犯って言ってるのに鮫島さんが和解するって言ってたからそうなったっぽい。あー、まあじゃああれだね、公務執行妨害じゃなくて現行犯だね。現行犯でパクられたんだろう。48交流どうだろうな。本人たちが和解するって言ってるけど、時間帯的によっては手続きめんどくさいから、まあ、どっちもあると思うよ。朝相馬話すのと24で交流とく、48か24で交流とくとか、うん、どっちだろうね。多分すぐ出てくる。あ、俺もそう思うけど、でも2時間は出てこれないと思うよ多分。あの身元引き受け人みたいなのを用意しないといけないから。いや、どうせ俺身元引き受け人になるか。どうしよう、ガラ受けになる。報道カメラマンです、はい、フリージャーナリストの和道です。今日は和道監督じゃなくてフリージャーナリストの和道って呼んでください。あ、オカリナさんと別れたらしいよね。放流される前に脱がされるね。あ、それ損傷は配信者なんかクズばっかりやんだから。何、他の配信者も事情聴取来るかもしんないの？これはね、アルファ7っていうカメラっす。ソニーアルファ7。逮捕は長いよ。あの調書取らないといけないから最低4時間ぐらいかかるんだ。朝だろうね多分ね。朝日奈が来るって言ってた。でももう今もうパトカー来ないってことは朝だろうな。映像提出で署に来る。じゃあ朝日奈をフライデーする意味もなく、意味もなく朝日奈をフライデーする
そこまでなんだっけ、逮捕された場合はあの OK なんだけど、確か情報提供するのに写真撮ったら多分肖像権侵害で訴えられるよ、うん、朝日奈が来るんだ。どうなんだろう、放火は撃たれるかな、どうなんだろうね、傷害なのか暴行なのかも分かんないし、何の現行犯かも分かんないし、ちょっと状況よく分かんないから、まあ面会できるの月曜日か今日の夜か。駐車料金はもうしょうがないね、もうしょうがない。よっさんは弁当を持ってるけど、いや累犯にならないんじゃないかな、どうだろう。まあよっさんは見せしめでやられる可能性あるよ、全然あるよよっさん全然見せしめであるよ。起訴されたら裁判行くちょっと面白い、起訴はされないと思うけど、多分略式ぐらいでしょ、怪我してないんでしょ、怪我したの、罰金払ったから執行猶予はないだろう。あれじゃないの、あの昔のやつじゃないの、あの何だっけ忘れたけど、よっさん弁当持ってたっけ、何の件で弁当持ってんだっけ、罰金払ってたら弁当はないよ。サメちゃん次やったら起訴するって言われてた、略式だろうね、多分略式だろう。消防車を呼ぶやつで執行猶予、あー結局和解って話してたんですけど連れてかれた、じゃあまあ和解になるんじゃないの、示談じゃん。いやマスコミはだからこういうことでしょ、これをもっと奥の影のところで望遠レンズで雨風しのぎながらもう10時間とか張るらしいよ、もうずっと三脚固定して一瞬の1枚のためにずっとこうやって張り込む。大変だよね、めちゃめちゃ大変だと思うよ。パトカーは出るんだけどね、パトカー出るんだけど誰も乗ってないんだよね。サメ島が歯が折れたとか言ってましたけど本当か分かんない、サメ島さん歯ないからね、帰る？どうする？なんか進展なくねえかこれ。進展がなさそうな気がするんだけど。情報了解。粘っても多分数時間かかるよこれ。だったらまた来た方がいいんじゃないの？肺が苦しい、ねえ病み上がりだからね。肺が呼吸が苦しいもう多分進展ねえなこれ、もうちょい早く来るべきだったね。もう要はよっさんと
鮫島さんが揉めた時点で警察署に行かないといけなかったんだ。帰ろ帰ろ。まあまあ要は生意気だったから引っ張られたんでしょう。じゃあ帰ります。生意気だからっつって引っ張ったんでしょ。ダメだったね。いや報道は難しいね。報道は警察署に一日中張り込んでるぐらいじゃない。ダメだね。っていうかさ、これを考えたらいかにマスコミと警察が癒着してるかわかるよね。要は今から何月何日に逮捕しますよ、何時までに集合しててください、何々署でゆっくり走りますからっていうのが分かるでしょ。要は普通の逮捕とビューンって走るの、だからゆっくりゆっくり写真撮るように警察官もやってるっていうのが分かるよね。これで何月何日に警察署前に来てくださいっていう、そのなんつうのパフォーマンスっていうの分からない。だって俺写真撮って分かったけど、こんなのさ突発的にパッて行ってさ、あのスピードで動いてる車パッて撮れないよ。そうそうそう、だから警察官もマスコミリークして芸能人逮捕するからこの時間に集まれってやってないと無理だ。癒着してないと無理だよ。それがよくわかるよ。そういう大人の事情が勉強になった。大人の事情がじゃないとあんな綺麗な写真撮れねえよな。ゆっくりゆっくり、まあまあそうだろうね。うん、ちょっと大人になったね。リアルが分かるね。あーなんか食欲ねえな今日。食欲がないわ。何食べようかな。なんかもうげっそりだよ。何食べよう。腹減った。うどん？この時間にうどん屋さんないよ。家帰って雑談するか。てかパトカー多いな新宿。頭いて甘いもん食べたい。計算できないアングルじゃあパトカー撮ったのひどいよ。ただのボケボケのパトカーが移動してる写真だよ。何にも、何これっていう、なんかぼやけてる写真。はい、わたつ。いや全然新宿警察署近いからみんなここに逮捕されるから行くよ。まああれだな、もし鮫島さんが10日交流とかになったら俺面会行くよ。あの差し入れとかするよ。なんかオカリナさんと別れたらしいよね。こういう時にねオカリナさんが今まで面倒を見てたけど、なんか鮫島さんがちょっと昔に戻りつつあるよね。狂犬鮫島に戻りつつある。なんで別れちゃったんだろうオカリナさんと。いいカップルだったのに。それってあれじゃん、あのなんか秋葉原とかの事件の犯人と同じ考えだ。
いや慣れてたね。なんで撮ったんだろうじゃなくて、お前何みたいな感じでメンチ切ってきたの。要はなんか不審者いるなみたいな感じでメンチ切ってきて、カメラをパッて向けたらあってこう背けた、行こう行こうみたいな。慣れてるね。だから結局公務員に肖像権ないの分かってるんだよ。で配信とかだったら強気で言うの、カメラ止めろとか。でもこれほら一眼レフだから本格的なカメラだから、あージャーナリストだみたいな、そういうリアクションだった。カメラ止めない、むしろカメラ向けると警察官が下向いたりとか車走らせたりするから面白かったよ。だから報道の腕章つければいいね今度ね。だからもしさほらあのジャーナリストとかをさ、それでさやめろよとか言ったら問題になるの分かってるんだよ。だ配信者だから強気で言われるんだよ、カメラ止めろとか。面白い現象だったね。なんで撮ったんだろうなかった、張り込んでんなみたいな。あフラフラする。何食おう、甘いもの食いてえな。だから糖分とりあえず欲しい、エネルギーが足りない。マックでさアップルパイ3個ぐらい買っていいっすか。もう今日のご飯それでいいや、マックのアップルパイ。もうちょっと食欲ないわ。糖分を欲している。まあそうだろうね、ネックストラップとかね、腕章とかね、うん、いやカメラマンしか持ってないとかはないよ。例えばフジテレビとかテレビ局書いてあったらあれだけど、効力強いけど別に普通に売ってるよ、報道とかあのそういうアマゾンとかで売ってる。みんなそれつけてるだけだよ。あとは会社から支給されたテレビ朝日とかつけてるだけ。要はうちはあの警察官にも分かるじゃん、要はうちはプロですよっていう、それっぽく見せるって大事なんだよね。お互いのためになるじゃん。もあんまもないよ。報道は名称独占業じゃないから、ジャーナリストは全然あれだよ、話しかけられた時ジャーナリストですよって言って通るんだよ。全然通る通る。プロもアマもないでしょ。戦場カメラマンってね、戦場に行ってカメラ撮っていいのを撮れて食えたら誰でもなれるわけ。それ命がけだけど、進展なかったか。じゃあまあ明日の朝か、誰か朝日奈とかが枠開かないと分かんねえな。もう張り込む気になんないもん、病み上がりで。今30ねちょっと微熱あるから、肺苦しいし。こんな風邪悪化しちゃうよ。悪いねみんな、家で雑談やろ、家で雑談やろ。まったりまったり雑談枠です。朝までワドテレビやろうよ、朝まで、朝までワドテレビやろう。憲法やる？朝までワドテレビ憲法やる？トゥ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 、憲法やる、憲法。
なんか朝までワドテレビやろうよ。朝生やろう、朝生。議題誰か考えて、今日のテーマ考えて、みんな朝までワドテレビの。何メートル先まで見れる？あ、いや、レンズによるけれども、相当遠いところから撮る。例えば、東京拘置所とか、麻原とかのは、とんでもない望遠だって。あ、ウニさんいらっしゃい。バリバリの護憲派だけどいい。あ、いいよ、いいよ、全然。憲法論議する？憲法論議しようか、じゃあ、面白いから。ちょっと、マック買わせて。ちょっと待って。ちょっと待ってね。ホットアップルパイ3つください。はい、はい、あ、すいません、ありがとうございます。ごめんなさい、ありがとうございます。はい、ビニール袋でしょ。あ、いいですよ、そのまんまで。ありがとうございます。護憲派についてね、聞きたいことがあるんだよ。あのね、それね、すごくね、例えばその護憲とは何なのか、あ、それ後でやりたいな。憲法について話そうか。え、ていうかさ、反対意見があった方が面白くない？俺ね、改憲派でも護憲派でもないのよ。護憲派とも言えるんだけど、俺は本物の護憲派だと思ってるんだよ。え、ていうか音聞こえる？俺自身は本当の護憲派なんだけど、まあだからね、その護憲とは何なのかっていう話をしたいんだよね。護憲とは何なのか。オッケー、やろうやろう。やりましょう。他の話題でなんか面白いのあるかな。いいね、なんか面白い話ができそうだね。ミノムシさんと語り合いたいね。タイトル何にしようかな。憲法改正反対賛成でいいか。他になんかみんなが気になる朝生っぽいさ、テーマない？憲法でいいの？肺が苦しい。九条だけじゃなくて一条も出資してるから最後ではない。いや、ミノムシさんにぶつけたい質問がある。
いやね、護憲派に対してぶつけたい質問があるんですよ、僕は。いや、本当の護憲の意味、そう、憲法が何なのかを理解しているかどうかが分かる、一発で分かる質問がある。だから俺はそれをミノムシさんにぶつけたい。護憲派にぶつけたい質問がある。よいしょ、家着いた。今、じゃあ一回パソコンで枠取り直しますんで、お疲れ様です。